カリダーについて説明をしよう。石が邪魔で目的の石まで行けないときはぶら下がって移動してみよう。邪魔な石を挟んだ両側に乗れる石があったときに有効な手だ。 U の字のように移動すれば石を飛ばすことができるぞ。油断してはいけませんよ。やっぱ俺の女が魔女だったのかね。ですが、切り返しについて説明をしよう。石を引いたらぶら下がりで反対側まで移動しよう。そうすれば石が押せるのだ。狭い足場で特に重要となる一連のアクションを覚えておこう。正直なかなかの技でしょう。まだありますよ。押し崩しについて説明をしよう。積んである石が穴だらけで不安定だったら思い切って押してしまうのも手だ。わざと石を崩し落として簡単に道を作ってしまうのだ。使いどころありそうじゃねえか。ああ、それで言うと一個思いついた。こんなのも技になるかな。壁きっかけについて説明をしよう。円を利用すれば壁になっている石にも引っ掛けることが可能だ。石を引っ掛けられる場所は自分の左右にある石だけじゃないぞ。石を壁に引っ掛けて足場を作ろう。なるほど、それは思いつきませんでした。いいちゃん、いい技持ってんな。俺が女なら抱かれてるぜ。壁スパイダーについて説明をしよう。足場のない絶壁でも落ち着いてよく辺りを見渡してみよう。絶壁を伝っていけば簡単に目的の場所まで移動できるのだ。初歩的な技だが高い壁が立ち塞がると忘れがちになるので注意しよう。次はこの技を使った応用な。このディスパイダーについて説明をしよう。移動したい石の辺に手元にある石の辺をくの字型に引っ掛けよう。ぶら下がって移動すれば隣り合ってない石でも移動することができるぞ。知恵を出し合うと結構いろいろ見つかるもんだな。見た技教えるから聞け。切り出しについて説明をしよう。これは石を次々に引き出して目的地への足場として移動させる技だ。崩しても問題のない部分を見極めて石を引き出すことが大事だぞ。なかなか一生これ。ああ待てよ、それならこんなのも技になんない？切り渡しについて説明をしよう。切り出しと同じ要領で引き出した石を次々に流してみよう。足場が不安定な場所にたくさんの石を渡すことで安定した足場が築けるはずだ。おお、マジすげえ。やるね兄ちゃん。あなた着眼点がいいですね。